今回はノートレット・レンブランという謎のまま終わった超重要キャラに対するみんなの反応をご紹介します。ノートレット・レンブラン、お前マジで何者なんだよ。管理者権限のパスワードがこの人しか知らないものだったことを考えると、ただの発案者じゃなくてがっつり計画に関わってるんだよな。根幹のシステムにまで関わってるのが判明して、この人が提案したクワイエットゼロが分からなくなった。デリングワンと全く同じものだったのか。まあ植物学者らしいし、戦争言ってる今の世の中にあんまり息してなさそうなのは分かるけど、これ植物学者がやることか。実はマジでパーメットが生物だったとかないだろうな。クワゼロとトマトメッセージのおかげで茶目っ気のあるトマト教マットギミお姉さんなイメージなんだけど、スピンオフみたい。この人いなかったら罪というか、始まってすらいないのに何もわからないの、やばい。あのデリングの奥さん、どうプロポーズしたんだろうか。デリングかなり僕年人だろうに。ミオリネの母なんだよな。ごめん、なんかデリングがベッドに誘うの全く想像できないんだけど。その気にさせるノートレットさん、マジで何。この世界はもう性行為なんて概念はほぼ消えていて、科学技術によって子供作るのがデフォなんじゃね。適当。恋愛結婚でさらに混乱する。レンブラン一家に関わること、戦争シェアリングとドローン戦争含めて何にもわからん。娘に政略結婚でしょって思われてるから、一緒にいる時間少なかったんだろうな。ラジャンに恋愛結婚だと把握されてるの、どういうこと。ラジャンに恋愛相談でもしてたの。勝手に怒りゆい吸盤みたいなイメージ持ってる。デリング、家だとノートレットさんの尻に敷かれてそう。偏見。外伝漫画で何かわかるかもしれんが、アニメ本編でももう少し情報が欲しかったな。ラジャンが恋のキューピッド。メインヒロインの母で、ストーリーでも深いところに関わってるのに情報が少なすぎる。レンブラン家編でもう1クールぐらい作れたろ。個人的に絶対カルドナボ博士の娘だろって思ってる。そうなるとエルノラ様やとも窮地の中ってことになるから、デリングとプロスペラが協力関係になるきっかけ作りもできる。さらにスレッタというリプリチャイルドをプロスペラのために生み出したのにも納得がいく。本当に事故死だったんでしょうか。ここ何かあると思ってたから肩透かしだった。偽装施設も上がってたな。別人を整形して同じ顔にできることはエランズで証明されてるって。12話の親子のやりとり意味深だし、回想待ってたのに来なかった。ノートレットさんとプロスペラの絡みとかきっとあったんだろうな。見たかったな。プロスペラとデリングを結びつけたのはノートレットって説もあったね。この辺全く説明なかったから、まだ外れたとは言い切れないけど。まさかこの辺りが全然語られないとはな。何かしらの形で補填してほしいけど。あとスレッタたちリプリチャイルド誕生に関わってる説もあったな。クローンや品種改良は植物ではよくある。あまりにも隠すからミオリネもクローンなんって疑ってたよ。正直わざとかってくらい最後まで徹底して隠したな。スレッタの後遺障がいつからのやつとは実は言われてないし、本編から1年後くらいを舞台に死んだはずのノートレットがデータストームの向こう側で復活して、クワゼロ復活を目論む劇場版機動戦士ガンダム彗星の魔女とかやってもいいのよ。皆さんはノートレットさんの詳細を知りたいですか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。